今日のコメント、休止中の9ヶ月間のアリポケで一番衝撃おわ神回だと思ったのは何話ですか？ちなみに自分はセイラがサプライズ登場した回です。推しマーク。僕の推しマークつけてくれてありがとう。僕はセイラから復帰する前ストック25本作ったんですけど、一番最初に作った動画それですもん。サトシがマスターズ8になった瞬間も激アツでしたけどね。どうもハリカットです。皆さんアニポケは見ていますか？サトシがマスターズ8出場を決めて盛り上がっていますよね。てかスー君、何読んだだけ、目先だけ出すのやめろ。そこで今回はもともとマスターズ8だったであろうキャラクターを考察していきたいと思います。では関係ないけど、もうすぐモンハンの追加コンテンツサンブレイク来るよね。投稿1週間ぐらい休んでやってきていいですか？みんなそしたら寂しい？というわけでよかったら最後まで聞いててください。もともとマスターズ8だったであろうキャラクターを考察してみた。まずは皆様ご存知キバナ。キバナはガラル地方のドラゴンタイプのジムリーダーです。キバナは最初はマスターズ8第7位でした。その後登場した時には8位に下がっており、サトシと戦い、サトシが勝ったことでマスターズ8から脱落していました。でももしかしたらサトシと入れ替わる前もマスターズ8に行ったりハイパーボールに行ったりしてたと僕は思います。次はオーバー。オーバーは新王地方の四天王の一人ですね。オーバーは一度ダンデと戦っていてマスターズ8を7位だった男です。そしてダンデに負けて8位に降格しているのは確認しました。しかし現在はマスターズトーナメントに参加できていないことを考えるとおそらくではありますが、その後オーバーはアイリスかアランに敗れハイパークラスに降格した可能性が高いと思います。次は証拠画像がないので予想の範囲を超えないのですが、おそらくカロスの四天王ドラセナもマスターズ8だった経験はあると思います。理由としてはサトシと戦うまでは12位と割とマスターズ8に近いからです。同じ四天王のオーバーやさらに位の低いジムリーダーであるキバナもマスターズ8に入っていることを考えると十分あり得る話だと思います。そしてチャンピオンの中で名前が一切上がっていませんが、もし参加しているなら必ずこの辺にいたであろうキャラクターがもう一人います。それはアイリスがチャンピオンになる前の一種チャンピオンアデクです。アデクは機械音痴という設定があるのでそもそも参加していない可能性は高いですが、もしかするとマスターズ8にちょくちょくいた可能性はありますよね。とまあこんな感じでもともとマスターズ8だったであろうキャラクターを考察してみたでした。ちょっとでもこの後したチャンネル登録すじこがござんよろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。